こんにちは、桐崎英治の母です。桐崎英治の母の会社の上司です。ずっと会社員として勤めていて、社長に呼び出されてこの度クビになりました。今から寮に電話をかけます。もしもし。ねえ寮。ねえ、何やって。ママ、会社の社長に呼び出されて、動画出てることをダメやって言われて、あまりにも出過ぎやし、いつも怒ってばっかりやん。で、今どうなったん？会社クビになるって言われた。で、りょうもちょっと来て話しね、聞いて。待って、いや、もう出さんでいいって何回も言っとったのに。大丈夫な？大丈夫じゃないよ。どうしてくれるん？ママの面倒見てくれる？クビになること決まった。多分ダメやと思う。もうダメやと思う。会社まで来て。待って、15分くらいかかるよ。あんたも一緒にね、謝ってよ。あんたその会社で来た時からずっと一緒に仕事してるやん。そうやけど、やっぱりね、世間体っちゅうものがあるわけや。うん。やっぱこんだけね、動画で撮ったらダメやって。社長に来いって言われた。来いっていうか、一緒に謝ってって。すぐ行くわ。すぐ来て。こんな感じじゃない？カメラをここに仕掛けたいと思います。取れとるよね。どんな風にはめる、あいつ。うかつくし。まあ、怒って。あいつのこと怒って。わかった。うん。調子乗っとるもんな。うん、調子乗りすぎ。つら、あんたからも聞いとったから。うん、なんかこれお給添えんだよね。そうそうそう。こんばんは。わ、来た。お邪魔します。ちょっとさ、ここ座ってくれる？はい。どこ座ればいいですか？そこ座って。すいません。いや、もうそこに。いや、いないけど。はい。さっきもお母さんに言うとったんだけど、はい、最近お母さん動画出しすぎじゃない？そうですね、ここ1年間はいつも出てなかったんで。うん、でね、お昼とか、まあ、仕事来とるにはいいねんけど、何時まで撮影しとんかわからないけど、はい、ほんとなんか仕事中眠たそうやし、なんか仕事に身入ってない気するわ。で、お母さんにこれちょっと問題やなと思ってさっき話して、まあちょうど今2月や。で、もう3月いっぱいで辞めてもらおうかという話になってるよ。社長さん、そこなんとか続けさせてもらうことできないですか？いや、だいぶ、まあ自分のね、息子も動画見とって、俺もたまに息子見とるのは見とるんやけど、相当出とるよね。何時に撮影するこれ？深夜1時とかまで撮影してますね。で、お母さん何時に起きとる？だから睡眠取れてないよね。この子のためにやと思って私は頑張ってきてね。ちょっと待ってね、うん、電話入った。待ってね。クビになる。どうする？20年間勤めてきたよ、ママ。20年間勤めてきた会社、クビになるんやろ？どうする？ごめん。マジでごめん。ママだって悲しいわいね。どうする？ねえ。ちょ、マジで本当ごめん。マジでどうするのこれから。続きさせてもらうことできんの？何回も頼んでママ。それ動画やめるって言っても無理な。できる？そういうこと。ママを出さなくても動画続けるってことできる？できるよ。できる？できるよ。今家族でやっとるわよね。はい。なのにいきなり電話したら変じゃない？動画に何回もママも社長に頼んだんや。どうしても出させてくだ、続けさせてくださいって。もう動画ずっと出ないっていう約束をしても絶対無理なんですか？もう出さんとやれんの？もし出し続けるって言ったらどう？いや無理やね、うちの会社では。もうこれ以上やっぱりそういった問い合わせっていうか電話もあるし、でなんか冷やかしでね、やっぱ会社の方に来る人もおるし、あんたのお母さんやって分かってしもとるから、これ以上もう会社に来てもらっても困るし、じゃあちょっと会社としてもやっぱり他のね従業員の電話もあるし厳しいと思う。もうすっごい頑張ってきてるよ20年ね。苦情の電話とか来たんですか？電話はしょっちゅう来てる。でも今までそんなバレるような感じなかったよね。バレるげん。あんただってほら編集ミスして顔何回か出とるげんよ。まあそれもあるし声も、まあ、かな。声もね本当に分かりやすいから喋り方でも分かるげんで、マスクとかお菓子とかかかっとるかもしれんけど知っとる人は分かるから。どうするよ本当に。どうしてくれる？退職だけは本当勘弁してください。あんた出せんって言える？お母さんも出さんって言える？絶対出しません。そんなの約束本当になんか書面でも書いてもらわんとうちとしては難しいと思うよ。だいたいお母さん出さんな理由どこにある？家族4人で仲良くやってるんで、やっぱお母さんも楽しんで動画やってたんで。楽しくない？じゃあそっちでやればいいやん。全然楽しくない。会社の方がいい。でもちゃんと息子のさ給料でやれるやん。別にいやそんなにいつまで続くか分からんよ。社長さんでもそう言ってるんですけど、お母さんこの仕事が生きがいなんですよ。でもさこんな結末になるの大体分かるんじゃないの？普通に働いてるお母さんをああいう動画に載せてね、いつまでそんなの俺我慢せんなあかんの？俺ね、たまたま年近いから可愛がってたよ。だけどやっぱり我慢にも限度がある。息子さんの気持ちも分かるけれど、まあ妹かってどうなん？
出たくて出とるんか分からんけど、とにかくでも会社人としてはやっちゃならんこともあるんじゃないの。それは副業とかになってるってことですか。いや分かんないよ、お母さんね、その YouTube でお金もらってるかどうかもそんなこと聞いたこともない。わしも興味ないから。俺もその会社で雇っとる、ちょっとミスでも犯せばね、よそまで YouTube 撮ってるからじゃないかな、動画撮ってるからじゃないかなって思ってしまうわけよね。子供の影響でわしも見るよ。そしたらさ、結構出てるよね。ほぼほぼ出てない。それ1年前までは大丈夫だったんですか。1年前までは実は知らなかった。会社にやっぱ電話来るんや、ここ最近よく電話かかってきて、どうなっとるんやって言われるわけ、お客さんとか。社長さん、なんとか許してくれないですか。本当に許してもらう術はないですかね。今のところは許せんね。なんか書面か署名してもらって、それでまあ様子は見させてもらうけれど、だけどもう3月いっぱいで一応終わりかな、今の状態だと。お母さんずっといたんですよ、この会社に。わかる、始まった時から。いやだから功労してもらったことは間違いないけれど、やっぱりこれ以上ちょっと会社としても我慢できないかな。仕方ないやって。お母さんそれでいいが。よくないよ。では書面書いて、ちゃんと。もう一生出させませんって。お母さんさ、はい、俺養うわ。仕事辞めたくないもん。どうぞそれはやってくれてもいいよ。いやいや仕事辞めたくないもん、うん、だからでもね、そういうあなたの考えもおかしい。お母さん養うわ、それで解決する話じゃないでしょ。いや養ってもらわんならうちの会社におらんでもいいよ、やめてもらっても全然構わん。そうで今なら。ただ甘いわ、そういう考えは。いやあんた調子乗っとるわんじゃないかな、もうよ。お金持ったからお母さん養うわ、それで済む話。すいません。動画出んかったら動画出んかったで、おそらくそれで済むかっていうことではなくて、お母さん出なくなるじゃないですか。で会社に多分すごい電話が殺到すると思うんですけど、それは。いやそれ脅しか、それは君の。脅しじゃないです。いや別に一向にかかってきもらっても構わんよ。動画出ることは最初俺も黙認してた部分あるよ。でももう仕事にすごく影響があって、でやっぱり他のね、あの従業員からもちょっとやっぱり苦情出てるし、いやいやいろいろ言われてるよ。仕事に身入ってないとか、彼女も長年働いてきてるから、いや最近身入ってないなっていうのは分かるからね。雇われてる身だから。さあもうどうしてもそれはいかん。お疲れ様です。お疲れ様です。みんなこうやって遅くまで働いてきて帰って、今帰ってきてるんやな。まあまあ動画でんでも撮れるやろ。もうそれは撮れるよ。撮れるけど、でもその会社におれるかって話。だから一筆書けば大丈夫かもしれんって言っとるやん。大丈夫かもしれんやん、絶対とは限らない。でも書かん限り出させませんって約束しない限りここにおれんやん、ママ。社長さん、いやそんなあんたにお出かせってもあかんって。だって お母さんもさっきからだいぶ言うとったんやけど、本当にそんなね簡単なことじゃないが、俺も我慢しとったから。書面書いたら確実にその退職させないって言い切れてないですよね。うん、じゃあもうちょっと話しようか。ただ動画に出んくっても、じゃあ本当に動画出んかったからいて、その YouTube に影響ないかって言ったら、あるやろ。桐崎英二の母親っていうことで言われるやろ。今まで動画はもう乗っかってしもとるから、過去に。これどうすんの、消去してくれるの。できないでしょ。できないです。事務所も関わってるんですけど、お母さんが出演してる動画そのまま置いとくじゃないですか、うん、でそれ書面書けば確実にお母さんは退職させないんですか。ダメに言って、でも過去動画がある限りダメに。その計算なんてこと。そう、どうかお願いします。お母さん出てる動画って相当あるよね。どうかそれだけは本当にお願いします。書類を書いたらお母さんが絶対に退職させないっていうのやったら、あと動画を今までに消すのは勘弁してください。お願いします。そうか、消せないのその動画は。はい、そこ座っとって。何の話しとる。今なお母さんずっと勤めとったけど、うん、桐崎英二のね動画いっぱい出すぎて、仕事、うちの仕事全然せんから、うん、で今回3月いっぱいで辞めてもらおうかいう話をしとるんや、うん、だからちょっと今大事な話だから下がっとって、うん、桐崎好きやし辞めんといて。ほら何、お母さんさ、仕事辞めたら桐崎と英二とはもう会えんよ。え、困るの。困るよ。なんで。お前そんなもんでも動画見りゃいいやん。で息子も確かにずっとあんたの好きやったわ。やっぱり今後動画出さないよっていうことを書面でいただきたい。そしたら今ちょっと書面持ってくるから、はい、そやな、お母さんと桐崎英二本人の2人の書面もらっていいかな。その書面を持って猶予なしでその日付で解雇という形でさせてもらうから、はい、いいね。でも仕方ないよ。お前はちょっとそこしょうがないってよ。ねえ、しょうがないねって。もう次ママの会社クビになるところに、これね、お母さんの方書いてもらうんです。これ用具の方でしっかり。あと、ハンコ持ってきてないよね。あ、母印で大丈夫ですか。母印でいいよ。
ここに名前書いて、ここに署名書いて母印をしてもらわんだから、はい、名前書いて、もう一回母印を、名前書いてから母印をして。わかりました。はい。はい、ドッキリでした。はい、ドッキリでした。はい、ドッキリでした。ドッキリね。これドッキリ。嘘。全部嘘。言ったの？いやいや。本当嘘。ドッキリ。会社クビにならんよ。ああ。ちょっととっちめたろうかな。最近調子に乗っとるって言ったの？社長が。最近やたらね。お前の息子はちょっと、お前の息子ちょっと調子に乗っとるから一回懲らしめてやろうと思って。カメラは？カメラあそこに隠してあるよ。そこはそこ。お前俺のカメラやんけやん。親持ってきたもんちから。え、ちょっと待って、でもこれ歌手のやつやん、照明。そう、作ったってやん。ちょっと待って、え、どういうこと、2人で動画撮っとったってこと？そうそうそう。え、どういうこと、え、どっから撮っとったの？だいぶ前から、電話も、電話の前から。お子さんはエキストラ。嘘やろ。資格に小学5年生あんただけ騙されとって、みんな知っとってじゃあ、電話してきた時は、電話してきた時、うん、あれも全部嘘や。笑いこらえるの大変やった。大変やった。あんな腹立つお前らしい。ふざけんなよ。あんただっていつもママに嫌なことばっかしとるやん。ねえ、やり返しただけや。何か文句ある？ほんまえぐいって。ほんまえぐいって。ほんまえぐいって。このイカレポンチ野郎が。え、社長さん、え、どういうこと？え、じゃあ待って、動画は何？出だし大丈夫なの？全部大工よろしくお願いします。何出してもいいって、全然。何も苦情も来てないから。嘘。よく働いとるよ、お母さんは。朝から晩まで疲れるわ、うん、息子にこう巻き添え食ってるっていうことをね、ずっと会社で言ってたから、なんかドッキリ引っ掛けたろうかと。そうで、今回引っ掛けたわけだ。心臓痛かった。安心、安心で風邪ひきそう。あの終身雇用や、80になっても働いてもらおうかなと思ってるから。大丈夫大丈夫。全部それ俺の方表情、まあ、だからこっち2人で座っとって、こっち座らせようみたいな。うわマジでね。儚い壁にぶつかってもなんとでも立ち上がる。ハクション。もうちょっと引っ張った方がいいよ。どうぞ。こうか。ああ、そんな感じ。